実は鳩時計は今からおよそ300年前のドイツが始まりなんだそうです。あ、組み立て式なんですね。これから自分で作るんですね。ジェルコップっていうとこ見たい。そうですね、結構顔出したし、ちょっとやります。そこで後日完成した鳩時計を見せていただくことに。あ、